期待。妖刀ざっくり丸のサビにしてくれるわ。賑やかな。ね、一段となったね。私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。こんなとこで死ねるかよ。援護いける。ここで蹴りをつけておかねばならないようです。強いやつがな。俺の全部でやり遂げるのみ。さあどこだ、いたか。オッケー、さあ行くぜ。しびれてきたぜ。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える、ミッドランドが。ミッドランドな。お前さんミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。お姫様のことが心配だよな。いや、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。山賊か？なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。まああらかた片付けてるけどな。ん？トロールだよ。トロール？魔女。また負けた。強くなる方法を教えてくれよ。内地へ絞って考えろ、自分で。お前そうやってきたんだろうが今まで。冷たいよな。その点エルフ次元流は手取り足取りマンツーマンで。お優しいことですね。もしよろしければ薪拾いに付き合ってもらえませんか？とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか？
私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな、もう。なあ、すっとぼけたこと。その気がねえなら俺は行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。やっとあの時の面に戻ったら。あなたと行動を共にすることでファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならばこんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。まあファルネーゼのこと考えればな。ですが、これはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまったと。まあ個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですが、もしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り一個人としてお相手させていただきます。そうか、気苦労の多いこったぜ。ん？早速かい？最高。この感じ、こいつら人間じゃないぞ。ドロール一色あり。ファルネーゼ様、急げ、奴らが危ねえ。誰だ？どうするの？なんだよこいつ！見た目のしょぼさと全然違うじゃんか！危険です。静かに。ここに結界を張ります。誰だお前！魔法だ。魔法の儀式だ。エルフか？まさか近いってことか。魔女、石殿大丈夫か。おい大丈夫か。うん、なんとか。あの子が魔法でってあれ、キャスカいない。大丈夫か。何言ってんだ、ここは危険だ、抜けるぞ。ファルネーゼ、大丈夫か。化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。まあね。そういやそうだね。どの口で言う？トロールに魔女、まさか使徒か。なんだここ、すげえ。マジでおとぎ話だぜ。なんだろう、この懐かしい感じ。近いな。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先、いや何かが違う。
わあ、お前さっきの。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。お師匠様って女の人？ようこそ礼寿の館へ。弟子の非礼をお許しください。何分我が身を案じてのこと。私が当館の主フローラと申します。優しそうな人だね。これが魔女？俺は魔女っていやてっきりとんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。怒られちゃうよそんな失礼なこと言ったら。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしてもそれはあなた方の神に仕える者たちすべての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、お会いでき嬉しいわ。私はあなたたちをお待ちしていました。待ってたのか。待っていた。あんた俺たちのことを知っているのか？楽院を知っている。まさか死と。いや、しかしこの感じはかすかにうずくが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽院のことを知っている？お告げがあったの。隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽院の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ。一体誰が？誰が？その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど、トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの。人の目に触れることすら滅多にあるはずがないのです。うん、おかしいんだね。だからトロールが出てきた。あの化け物とも倒してこいって。自分でやっつければいいじゃん。魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。死期が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール家を生かせましょう。皆さんどうか我が弟子にお力添え願えませんか？シール家ってこの子？もちろん無償でお願いするつもりはありません。その楽院の呪力を弱める呉符をこしらえましょう。なんだって？引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる？あれを？その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい。シール家、皆さんよろしくお願いします。可愛いじゃねえかシール家。夜だ。あんたこいつを知ってるか？ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリット、隔離世の真相と宇津世を結ぶ鍵、五人の見つかりを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その楽園、彼らが刻んだものね。復讐ですか？あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。全てお見通しってことか。何でもお見通しか、矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている、これはあなたの考えているような何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。
ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇津世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべきものの手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。ああ、ちょっとちょっと、俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる？ベッジ？お前のか。お前のかい。そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、ベッジの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド、奴らは一体何者なんだ、神様なのか悪魔なのか。それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと。何？そして転生した彼らが隔離世の遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。何者かの意志の執行者。おそらくその領域には、人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。よしっと。出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするなこれ。何です、この難航は？魔女の難航といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは、魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。魔法の道具、魔法の帽子みたいな。お、あらら、似合うじゃない、結構。よく目を凝らしてください。わあ、おや、エルフか。何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。エレメンタル。宇津世の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態はすべて、隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。はぁ、ってどう？すごいすごい、そんな。サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつはイカすぜ。